バイカイ子教座堂台湾のカトリック教会は、台湾における世界的なローマカトリック教会の一部であり、ローマ教皇の精神的指導やローマ教皇庁のもとに置かれている。1514年、台湾は、ポルトガルのフンシャル教区の管轄下として、正式にローマカトリックのハントに編入されたが、それ以前も組織化された、宣教活動が存在していた。 1576年に設立されたマカオ教区により、初めて台湾と中国大陸の大部分がカバーされた。16世紀から19世紀にかけて、教区の分割再編により、台湾の所属は年代順に南京教区から福建大陸を経て、アモイ大陸に変更された。1913年にフォルモサシトザチマキ区が設立され、 アモイダイ・マキクから分離された。1949年に、台北教区が設立されるとともに、台湾地・マキクは、高尾教区と改称された。教区の分割再編を経て、現在、台湾のカトリック教区は、広塚佐教区1、市教区6及び首都座管理区1で構成されている。現在、台湾でのカトリック教会の最高指導者は、2007年11月に、 任命された台北大主教ヨハネ鉱山川である1.5%から2%の台湾国民がカトリック教会に所属している1951年9月に中国へと派遣されていた教皇講師が香港へ追い出された1952年以来教皇講師は台湾に駐在している同様に中華民国の大使と座大使は 中国と首都座との間の唯一永続する外交関係を提供してきた。台湾と断交せよという中華人民共和国の要求が受け入れられなかったので、北京へ教皇大使を移動させようとする試みは失敗した。カトリック教会は台湾で婦人大学を運営している。戦前、カトリック教会は台湾南部を本拠地とし、1860年代に、 フィリピンから来たスペインのドミニコ海の司祭たちが中心となっていたが、その存在感は非常に小さいものであった。第二次大戦末期から戦後にかけて中国大陸における共産主義勢力による迫害により大量の宗教共同体が台湾に逃れてきた。結果的にカトリック教会の信徒構成は北京緩和を話す。 戦後の大陸出身移民比率が過度に高くなり、民進時代からの大陸出身移民や台湾、原住民は非主流派となった。さらには、国民党に対して、大陸出身の司教たちが、当初支持を公表したことや、党内での民主化闘争に、カトリック教会が関与しなかったことなどが、台湾における、発展の阻害要因となったことは否めない。 シャーマニズムの実践と結びついているという点も台湾でのカトリシズムの一つの特徴として興味深い。これらのシャーマニズムは中国語で孵術と呼ばれインカルチュレーションの一環とされる。それらは台湾原住民の伝統的宗教の必要不可欠な部分であり、彼らは国民党支配の開始後にキリスト教に改修し、大半は長老派あるいは カトリック信徒となった。2009年に台湾でのカトリック教会は、宣教150周年を迎えた。カトリックを信仰する平保補の家庭台湾のカトリック教区分布図台湾地区各司教の、洗礼名は英語による綴りのみ公表されているが、本記事の金表記は、主として、新教同約聖書における人名に準じた。いずれの司教座聖同盟も、 公式の日本語訳ではなく、本記事のために便宜的に付したものであることに留意いただきたい。対中教区の記事による。高尾教区によれば1951年1月26日。小三通法案通過、両岸教会予求さら多節色アーカイブド2014年1月16日 At the Way back。ありがとうございます。